どうもセリカスイミングのセリカです。本日の動画は先日行われました30分ビフォーアフターのレッスンにてクロールを泳がれた方の解説と結果を見ていきます。4月9日間限定で横浜プライベートレッスンしております。ご予約は概要欄からお願いいたします。それではまずは一番最初、何も指導をしていない時のクロール見ていきましょう。まずは水中ですね。今回は水中と水上両方取っていきました。ではスローにして見ていきます。皆さんから見てどうですか？まあ、水中は私は今回はあえて指導していません。この後陸上の動画を見ていくんですけど、そこに問題があったので今回はそっちをメインに30分みっちりやっていきました。やっぱり30分ってなると限られた時間しかありませんので、何か直すにしても大きいもの、一番原因になるものを直していく必要がある。それを直すことによって他の動きにも結構影響をもたらしてくれます。では陸からの映像を見ていきます。はい、どうでしょうか？何か分かりますか？私は今回陸のリカバリーをこの方に関しては集中して直していきました。もう一度スローにして見ていきます。先ほどの手のかきでも影響が出てしまっているのは特に入水です。リカバリーの時に途中からこの方は肘が曲がっているのが分かりますでしょうか？特に左手ですね。途中まではいいんですけど、ここからやっぱり肘が曲がってしまう。これが原因でかき始めに影響が出ています。ここから曲がってそのままかき始めてしまう体勢に入っているので、かき始めで横に肘が曲がっている、立てられないっていうことですね。クロールにおいてゆっくり長く泳ぐのであれば肘を立てるっていう動作は結構大事です。それを使うためにもリカバリーからしっかりと肩甲骨を使って入水をしていく必要がある。今回はそれについてとにかくレッスンをしていきました。では実際の私の映像を見ていきます。さあ、違いが分かりますでしょうか？特に入水の時ですね、先ほどの方の肘が曲がるポイントで私は曲がっていない、これが結構大事です。先ほどの方、肘が曲がってしまう原因としては、途中まではちゃんと肩甲骨を使ってリカバリーを行ってはいるんですけど、途中から肩に切り替わってしまってるんですね。肩甲骨を使って最後まで入水をするんじゃなくて、途中から肩で腕を回すことに切り替えて入水をしてしまっているので、ああいう肘の曲げが起きてしまう。そうすると手のかきにも影響を与えてしまって、なかなか思うように力が入らないし水をかけない。横からの映像でも見ていきます。リカバリーに関してはハイエルボーとストレートアーム2種類あるんですけど、どちらも一緒です。共通するのは肘の立て方ですね。ストレートはこのように肘は全く曲げていかないんですけど、ハイエルボーでもしやるのであれば肘を横に曲げてはいけない。ストレートにしてもハイエルボーにしても肘を横に曲げるのはダメ。曲げるんだったら上に向かって曲げなきゃいけない。そうしないと肩甲骨が使えない。では先ほどの方のアフターの映像を見ていきます。まずは水上から見ていきましょう。メインはもう水上で直していきました。結構変わったのが分かりますでしょうか？続いて両方同時に見ていきます。上の映像がレッスン前、下の映像がレッスン後ですね。ちょっと同じ方向に撮ってないので見にくいかもしれませんが、ゆっくりにして見ていきます。
上の映像ですと途中から肘が曲がっていますが、下の映像ですとさっきまでの曲げは結構浅めになってますね。やっぱりどうしても癖っていうのはついているので、その30分間で完璧に直すことはできないにしても、ご自身の感覚はかなり大きく変わっています。今までやってきた蓄積をちょっと変えるだけでも肩甲骨とかの感覚が結構変わってきますので、その感覚を身につけたまま今後も練習していくと癖が治っていきますね。では続いては水中のアフターを見ていきます。こちらがレッスン後の映像です。この入水の時の腕の角度が全然違います。この後にまた見比べて見ていきます。上がレッスン前、下がレッスン後になります。入水した時の腕の角度見てみてください。上の映像ですとどうしても入水の時に肘横に曲げて入ってしまったので、そのまま書き始めてしまっている。下のレッスン後の映像ですとしっかりと腕をまっすぐに入れることができているので、そこから肘を曲げることができる。若干ですけどアフターの方が肘が上に立ってるのが分かりますでしょうか。これが結構ご自身のやってる側としては全然感覚は違います。リカバリーを直すことによって手のかきも大きく変えることができますので、その一番大きな原因を見つけて直す方が水泳は相乗効果があるので、いい影響を与えることができます。この方もこの泳ぎを身につけた後はもう結構感覚が違うとおっしゃっていたので、もうその感覚を忘れないように日々練習すると変わってきます。ということで以上が30分ビフォーアフターのある方のクロールの映像でした。ぜひいつかまた30分ビフォーアフターやりますので楽しみにお待ちください。